じゃあね、これ前回に引き続き、スーパーマリオ RPG やってますね。はい。この。で、なんか、ファンキーなおじさん。鳥山明先生がデザインしたような敵がいますけども。すごくね、この距離で何も動じないよ、あの。なんだよ、みたいな。あ、話す。話せる人だわ。敵じゃなかった。意外と、しかもファンキーな感じかなと思ったら、敬語を使ってくれる。え、ヒノピオ？キノピオだってよ。キノピオの友達？何しに来たんだっけつか。忘れたよね。ヒノマート。おお、なんかアイテム売ってるやん。今何をやってんだっけね我々は。ね、あんまり覚えてないよね。うん、途中からだから、なんつった。あ、めっちゃお金あるから。あ、待って。アイテムより、うん、すげえ。じゃあそこでやればええやん。ちょっと見てて。うん。見てよ。ほら。じゃあ、いいやん。三つに分けなくても。防具屋だって。お金に物を言わせて私は全部買うよ。燃える男のつなぎだって。そんな金貯ましたんだ。ねえ、すごい。わあ、これさあ、どこする？あ、Gのはいいよ。いい？でも、防御が。でも、下がっちゃうのがあるから。まあね。ファイヤーシール。ファイヤードレス、燃える女のドレスって。あ、防御しか売ってないのか。じゃあ。そこ攻撃じゃないの？僕宿屋だ。宿屋の。ちょっと待って、じゃあアイテムを揃えてから泊まろう。あ、まあ、うん。そうすぐ。はいはい。ロケット弾やん。マリオさ、気づいてないのかな、もしかして移動してるって。あ、真ん中でいいですよとか言ってあげればいいのにさ。うん、全員の病気をリフレッシュ。めっちゃいいやん。持てるだけ全部持っとこう。これはいいや。じゃあ、オッケー。じゃあ、止まりますね。あ、止まる？止まろう。まあ、いっか。ちょっと多分疲れてるから、マリオも。うん。おじさんだしさ。あ、そうやって寝てんだ。雑だな。意外とさ、なんか、ベッドとかは準備してみないんだよ。うん。なんか置いてある。これだけ？いや、おやすさんのコレクションをさ。大事なコレクションが。え？これだけ？いや、寝たんでしょ、今。だって、どこも行けなくないか、これ。だからもう今寝たのよ。うん。え、だってここ、あ、こっち？次の場所どこ行けばいいのかなと思って。あ、なんか、なんかおじさんいるで。これやっぱ昔のゲームだからさ、うん、ファミコンの、うん、スーファミか。あ、スーファミなの？うん。そうなんだ。スーファミ時代の。だからこう遠近感もむずいしさ。いや、そうなんだよ。この不親切さもあるよね。なんかやっぱ今のゲームに比べて。いや、そうなんだよね。ほんと。だいぶ進化してるね。いや、でもそれがおもろいんだけどね。昔のゲームって。あーあああ、ね、ほら。こういうこと。こういうこと。マジ方向感覚がむずいのよ。なんか今のゲームって簡単よね。どこ行きゃいいかっていう。ヒントが散りばめられてまあそうね。だから多分さ、そういうクレームが多かったのかな。全然できないよ。こういうところよ、こういうとこ。お尻燃えるって、さっきさ、買ったさ、つなぎがさ、これ丸焦げ、あ、え？敵なんだ。敵だったんだ。ボブルだったんだ。じゃあちょっと。あ、くそ。な？むずいっしょ。あ、やばい。ほら。よし、これは覚えてた。よし。あ、やばい、これ体から行くべきだった。あ、やばい、来たよ。ない！あ、死んでしまった。学習するべきですね、あれは。体から行くんだ、ああいう時。あ、選べんの？体あれ。多分。あ、そうなん。ミスったね。マロ上がんないかな。あ、無理だった。クッパさんは魔法いいですよね、別に。うん。で、物理でいいですか？いいよ。ああ、ちょっと貸してみ。ちょっと、マロの回復しよう。あれ落ちたまんまなっちってあれ。もう無理じゃん、あんな。あ、オッケーオッケー。えーっと、
みんな元気になれ。いや、回復シャワーでいいんじゃ。うい。ああ、美味しい。もう、まどろっこしい。頑張れ。いいよ。いいよ。俺、ちくわぶみたいなの沈むから。今多分、体が選べるから、体から行きましょう。選べないよ、ほら。あ、選べた。なるほどね。あれ、倒せない。よっ。おいしょ、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 あ、え？あ、そういうこと？そういうことなんだ。体を倒したら、これ、じゃあ、もうやったことある人は分かってねえなって思ってんだろうね。アホやなーって。熱くないのかな？素手で攻撃して。あれなんか、あれですよ。おえー、グローブの攻撃なんで多分。あっ。もう何？もう俺視点変えたいわー。真後ろにしたい。むずーこれ。わーっと。あ、やばいなーこれ。動画的にもこれ、ここで戸惑ってんの全然面白くないからね。いけるよ。いけるよ。いいよ。いけーよし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 ナイス。もうやだ。遠近感。ナイス。なんだなんだ。なんか、急なイベント。なんかボス感あるよ、これ。もうあいつの集合体なんて雑魚でしょ、きっと。え、なんで私に渡すの？あ！なんだこれは。え、なにこれ。首がボブル？バブル？首がボブル？あ、首。あ、そんなに強くなかった。カイザードドラゴンだって、デュエルマスターズっぽいな、なんか。でもさ、ファイヤーに対してウルトラファイヤーとかアホだから、普通に攻撃した方がいいよね。うん。え、届きます？これ。みんな。届く届く。これ、勇気やコンコンにしてみる。あ、いいじゃん。やってみるか。効果今一つじゃないの？でも。うりゃー！さあ、どうなんだろう。これが効くのか効かないのか。お、効くわ！あ、弱点です。お氷が弱点。おう！おう、おう。なんで2回攻撃してんの？なんで3回攻撃してんのやつ？うわぁ、全員攻撃がいいね。いやぁ、さ、全体攻撃できんの。あ？敵全体に。ファイアボールだよ、でも。いや、そうなんだよね。これが効くんだったら、マロに単体の攻撃をしてもらって、あの火山弾を、こう、あの、マリオに消滅してもらうっていうのがいい。いや、マリオは本体単体でいいんじゃない？いいっすかね。なんでマロの雷で全員行けっから。まあでも、だって、雪やコンコンがあれ弱点だったんだよ。マロにそれやってもらった方がよくない？でもあれ単体じゃないの？まあそうなんですよ。じゃあ、あんまりいいよじゃない？いいですか？じゃあ、とりあえず殴りますね。あ。あ難しいなぁ。敵全体に星を落とします。これにするか、でもこれ弱いよね、さすがに。こっちにするか。そう？うん。意見が食い違うなぁ。いいでしょ。あんなちっちゃいやつそんな強くないと思うんだよなぁ。あ、ミスた。ああむずいよー。あ、やばいね。ナイトね。だから、クッパをピーチに変えるか次。まだ、あるよね。うん。うやーよし。ポケモンの考えでいくとさ。おー、ナイス。炎は、氷に強いんだけどね。おー、ピーチ。みんな元気になりでいいのかな？とりあえずそうだね。うん。めっちゃ強いからな、この技。あ、なに？ 2 回攻撃できるの？普通に攻撃してもらえます？それともクッパに変える？いいよ、攻撃で。ピーチの攻撃むずいね。ガオン！やばい。あ、テンション下がっちゃった。さすがにね、ビビるか。
じゃあ、ビリビリ、電気ビリビリでいきます。これでいけんじゃないかな。ほら。いけるかー、ピッチ頑張れ。ああ、強い。やっぱクッパの方がでもいいな。火力はね。じゃあ、うん、下げとこう。次、変えるわ。うん。あれ？なんだ、あいつ弱えな。めっちゃ備えたのに、うちら。案外ね。あ。あ、そういうパターンね。はいはい。真の姿ね。え、溶けたよね。骨クッパみたいになってる。ニュースーパーマリオブラザーズのクッパね。あ、でも効く効く、めっちゃ。なんかこれ弱点が変わりましたね、きっと。うわ、何ですか、弱点これ。多分ジャンプじゃないですかね。あー、なるほどね。私が苦手なやつだ。ちょっと、ウルトラジャンプ30回目指してる。いけるかな、うん。でも敵全体でしょ？スーパージャンプぐらいでいいんちゃう？ あ、じゃあそれでいく。いくよ。うん。えい！これ弱点だ。やっぱり。ダメだ。私のセンスが。うい！あれ、やばい、めっちゃ、やばい。めっちゃやばい。やっぱ弱点はジャンプだね。ちょっと頑張るから。あー、なるほどね。ちょっとね、じゃあね。あ、なんかめっちゃいいの持ってたよ、今。これ全員の。30だよ、でも。まあ、千十じゃ。千十じゃ。これピーチに変えてさ、やればいいんだよ。あれも、FP がもうないのか。そうなんですよね。だから、じゃあ FP を回復しますわ。40回復したら、いいだろう。あ、間違えたな。マリオには攻撃してもらうべきだったな。届いてる？それ。届いて届いて。220聞いてるから。じゃあ、マリオのジャンプのやつより聞いてるやん。私が下手すぎってこと。弱点とか関係なくもうご了承していけばいいよ。うい。え？うん、めっちゃ効く。効くぐらい効いてたよね。ああ。ああ、くそ、タイミング。うい、うい。うん、普通にもう攻撃してる。何それ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 。まあ、なかなかじゃん。あれ、意外とみんな同時出ないわ。あ、やばい。HP が。HP がやばいってことに今気づけた。ねえ、マリオめっちゃ失敗するな。よし。お、おお、終わりだろ、これはさすがに。終わった。え、経験値50だけなんだ。え、じゃあ絶対ボスじゃないじゃん。しかも一回も出てない G の。ちょっと気まずいよね。